官僚寺は、日本の政治家。愛媛県今治市長、愛媛県議会議員、大三島町長、大三島町議会議員等を務めた。愛媛県今治市大三島町を生まれ、愛媛県立今治南高等学校、第一薬科大学薬学部卒業、薬剤師免許を取得している。製薬会社での勤務を経て、大三島に帰京し薬局を開業。 1977年、大三島町議会議員選挙に出馬し、初当選。以後5期連続当選。5期目の任期途中で町議を辞職し、関省造町長死去に伴い1996年に行われた大三島町長選挙に立候補し初当選。2000年の大三島町長選挙でも再選を果たした。町長時代には、博多遠行の誘致実現や、 ラントレイベン大三島の整備等を手掛けた。また平成の大合併により、様々な合併の枠組みが議論される中で、今治市、落ち群11町村での合併の枠組みに参加。2005年に大三島町は、新、今治市の一部となった。今治市、落ち群11町村での合併協議会が設立され、合併への道筋がついた2002年12月に、 任期途中で町長を辞職。2003年の愛媛県議会議員選挙に、落ち軍選挙区から自民党公認で立候補し初当選した。その後、選挙区は今治市、落ち軍選挙区に統合される。愛媛県議は2期務める。2009年に愛媛県議を辞職し、今治市長選挙に出馬。現職の落ちし市長を破り当選した。 2013年の今治市長選挙では、新人候補に4万票以上の差をつけて再選。2017年1月29日の今治市長選挙では、無投票で参戦を果たした。2021年の同市長選挙で4選を目指したが、元愛媛県議会議員の徳永茂木に敗れ落選。在任中には、バリクリーンの整備や岡山理科大学獣医学部の誘致を実現した。 また自転車を活用した街づくりに力を入れ、島並街道サイクリングロードの推進を行い、森山市の宮本和弘市長などとともに、全国の市区町村に呼びかけて2018年11月15日に、自転車を活用した街づくりを推進する、全国市区町村長の会を設立。全国294市区町村が参加し、初代会長に就任した。また、 今治市同様にサイクリングが活発な沖縄県、名護市や滋賀県森山市と交流協定を締結した。2020年12月にはコロナウイルスにより造船、開示産業が危機的な状況にあるとして開示産業が帰還となっている全国31の自治体で開示産業の未来を競争する全国市区町村長の会を発足させ代表世話人に就任した。 2013年4月から2年間、愛媛県市長会長、ありがとうございます。